それはやっぱり命があるっていう色に命があるって言うことですね。科学の色は死んでますよ。だから染めた時は非常にしっかりと染まってるんですけど、時が経つに従ってもう。死んでいきますよね。植物染料は染めた時からだんだん。その年を取れば少し退職はしていくけど、退職しながら生きています。で、私はこれでも60年前におったもんなんですよ。 でも何ともないんですよね、まあ、100年、200年どうもないいと思います。それは日本の愛っていうのはちょっとまた特別でねあのいわゆる発酵してくるもの発酵するっていうのは命が宿ることなんですね。だからあの亀の中にあのだんだん生命が宿ってくるんですよ。 実に不思議な染料なんです。で、それはあの他の染料はね、あの枝を取ってきたり実を取ってきて炊いて、漉して染めればいいんですけど、藍だけは亀にあのアクとお酒とまあ糖分いろいろなものを入れてかき混ぜて発酵させてできる色なんです。これはもう素晴らしいこれがそうですね。この色が全部その藍なんです。藍というのはこう。 濃い色から薄い色までグラデーションが素晴らしい海の色とか空の色で私の仕事の中心は愛なんです我が子のようなものな子供のようなものそれから愛はあのその人の人格を映すっていうんですとても恐ろしい話でしょ色がその人の人格を映すっていうんですよそれからもう一つは その愛を立てるっていうのはちょっと他の染料にはないんですけどだから結局生命がそこで宿るっていうことだと思うんですけどねそ,のそれを守ることはね例えば旅行もできないわけですよ毎日こ我が子だから、ね、毎日かき混ぜて顔を見てそれからあのちょっと舐めてみたり匂いを嗅いでみたりしてその我が子の顔色を見て健康かどうか悪いかってことをしょっちゅう見ながら育てていく。 特別の戦略です。これはもう愛神様っていうのを私は祀って拝んでやってるんです。<laughs> 今回ね、あのこの賞いただきましたときにあの、自然との共生とおっしゃった共に生きる自然と共に生きるような仕事を私がしていると言ってあの,その書いていただいたんですけど。 私は共生ではなく自然を敬って植物を敬って仕事をし人間と自然とはは対等ででないです。自然の中に人間がいるんですからそれなのに人間は自然を利用することしか考えてないところが自然が本当に喜ぶのは人間がその美しい色をいただいて素晴らしいと言っていることが植物を喜んでるんです。でそういう あがめる気持ちですね。体操じゃなくてあがめる気持ちがないと思うんです。今のすべてね、日本人は特にないと思ってんです。ところが、古代の日本人はそれをずっと続けてきた。万葉集から近出ずっとその自然をねあがめている。それが和歌ですね。だから私は和歌の中に今の精神があると思ってます。 あの旗,という旗ですねそれはこんな大きいんですよ1人がだからあの場所を取るわけですよで。私はそんな大きな学校なんか作れないのでもう小さなマンションの宮屋ぐらいを借りて今やってるんですけどもう限られた人しか入れないたった15人ぐらいしか入れないんです。でそこで 本当に一台の旗を自分のものとして生徒さんたちは使いそれからあの糸もね自分たちでいろんな色を染めて植物で染めてそれでもう最低の技術はお教えしますけどあとはもう全部自分で自由に発想して自由に織ってもらってる。そうするると、いわゆるその染色でも、 マニュアルがあると思ってるんんですよね、生徒さんは。ところがないんです。なぜないかというと植物の色は、まあ、例えばねあの桜を切ってきて染めようとして何色が出ますかって言ってもそれは桜に聞かかななきゃわらないんですよ。桜の持っている色をもらうんであるから絵の具じゃないですからねですからそういうのは教育って教えることはできないわけ。 できませんよ。ということを伝えるだけなんです。だから、学校で言っても全くあの。そういうあの授業とかなんかの今までの学校とは全然違いますね。今のね。教育学校教育というのはある意味であの方が決まっていますよね。そして、そのそれを学ぶためにはいろんなマニュアルがあったり、教科書があったり試験があったり、いろんなもので。私は一切。それはなく。 何にもないところで人間と人間は向き合って語り合ったり感じ合ったり発見したりするそういう魂の教育がしたたいと思ったんですで。それはもう突然ねそんなことできるわけないんですけど3.115非常にあの日本全体がもう荒廃し汚染が迫ってきているそういう中でね若い人がもう閉塞状態ですよね。 いろんなところにあの職業を学んでも、何かそこでずっとこう追い詰められるような感じがあって、非常にあのみんなこう苦しんでいると見えるんですね。そういうところから、本当のあの喜びを持った仕事、美しいものを作る仕事、ものづくり、ものづくりと心との深い関わり、そういう学校にしたかったんです。